知ってる知ってる。あのね、今日はみんな敵同士、マイクは早いもん勝ちでしょう。奪ったもんが勝手に喋っちゃうよ。早いもん勝ちだもんねえ。名古屋の皆さん、そしてペーパービルの皆さん、岩谷真由のこんばんはが聞きたかったよね。改めまして名古屋の皆さん、こんばんは。ありがとうございます。今日本当はランブルで第1試合で試合やる予定だったんですけども、急遽カード変更、そして急遽このお正月新春タッグ、皆さんどうでしたか？まあこんなにいい機会ないから良かった、戦えて。そしてそしてまあ2月4日名古屋か大阪でビッグマッチありますよね。大阪ね、知ってるよそれぐらい。大阪で2月4日ビッグマッチがありますよね。はあ、その時に自分1個思いついちゃったんですよ。新しいルール、気になりますよね。今発表しちゃうよ。その名もなにわルーレット。わーね、めちゃくちゃあったかい反応、みんな見たかったよね。なにわルーレット、まあこのルールちょっとバカなりに考えてきたんで、温かく聞いてもらってもいいですか？まず、なにわルーレット。ルーレットで対戦相手を決定。そして、ルーレットで対戦当たった同士が対戦して、その勝ち残り戦にして、勝ち残りのルーレットかリーグ戦みたいな感じにして、そしてその優勝者、好きなタイトルマッチに挑戦権限を得られる。どうですか？まあ分かってる分かってる、みんな君たちもバカなりに理解してくれたよね。え、分かった、分かりました、本当に分かりました。え、あ、分かった、ちょっと自分は分かった、分かった。違うよ、今分かんなくても、うん、後で公式のツイッター見てくれれば分かるから。なるほどね、まとめてくれるでしょその辺。ほら会社がうんうんって言ってるから別にそれでいいんだよ。なるほどね。なにわルーレット、そう、なにわだよ。岩谷真由はなにわルーレットがやりたいってことだよね。だから言ってんじゃんさっきから。ごめん、言ってた。うん、でも私は2月4日ね、大阪大会コナミと組んで試合がしたいんですよ。なにわルーレットやりたかったんですが、私はコナミと組んで試合がしたい。そしてごっつ会いたいクイーンズクエストで試合したいなって思ってるんですか、どうですか？いや、今ね、今提案したばっかじゃん。いいこと言うじゃん。おう、私はなんとかルーレット興味ないからさ。うんうんうん、どうせ岩谷が考えたんでよくわからない、それには全く興味がない、うん、それよりも全然ごっつ愛の首里、そしてコナミめっちゃいいじゃん、久しぶりに
コナミと私も試合がしたい。ぜひやりましょう、それお願いします。まあまあまあ、マイカはなにわルーレットやるかもしれないけど、うちらはあの舞姫2月4日ゴッテスあるから、岩谷すまんな、できないわ。まあまあまあ、それぞれね、やりたいことやりましょう。皆さんそれでいいですよね。じゃあ新春お年玉、お年玉ダッグありがとうございました。メインまだありますのでね、目に焼き付けてください。ありがとうございました。ただいまの試合は30分時間切れ引き分けでございました。